ラファエル・エルナンデス・マリンは、プエルトリコの作曲家。日本においては、エルナンデスの作曲した、エル・クンバンチェロが、高校野球の応援曲の定番曲の一つとなっている。1892年10月24日に、プエルトリコのアグアディアの貧しい家庭に生まれる。幼い頃に、葉巻タバコの作り方を教えられ、細やかながら生活の糧としていた。 長汁にあたって音楽への興味を抱き、12歳の時に両親に頼んで、サンファンの音楽学校で学ぶことになる。14歳の時には、サンファンに住居を移し、私立オーケストラに参加して演奏するようになった。結婚し、1913年には最初の子供、アントニオを授かっている。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した九百十七年、エルナンデスは、 ノースカロライナ州でミュージシャンとして働いていた。ジェームス・リーズ・ヨーロッパは、エルナンデスと弟をはじめとする、プエルトリコ人16人の計18人を雇い、アメリカ陸軍第369不評連隊へ、軍楽隊として入隊させ、ヨーロッパでの演奏業を行わせた。この功績から、エルナンデスは、フランスの先行賞、クロアド・ゲールを授けられる。 第一次世界大戦終戦後、除隊したエルナンデスは1920年代になって、ニューヨーク市に今日構え、トリオ・ボリンカーノを結成する。トリオ・ボリンカーノには、同じブエルトリコ出身の作曲家、ペドル・フローレスも加わった。エル・クンバンチェロに関するカテゴリー。ありがとうございます。